イランで韓国に対する非難が広がっている。米国の制裁に沿って国内のイラン資産を凍結したままの韓国政府が新型コロナウイルス対策としてマスク2000枚をイランに寄付したとアピールしたことが理由。市民からはマスクはすでに十分ある。それより金を返せと怒りの声が上がっている。韓国で凍結されている資産は約70億ドル、約7900億円相当。経済低迷に苦しむイランにとって、喉から手が出るほど必要な金だ。イラン外務省報道官は1日、マスク寄付についてジョークと捉えていると、ぴしやり。自国の資産が他国の手中にあることを容認できる国はないと強調した。